吸い物は、出汁を塩や醤油、味噌などで味付けたつゆを、魚介類や野菜などの身と共に吸うようにした日本料理。こうとも呼び、酒の魚となる講義のスープ料理。夕食料理の一つに、吸い物がある。この吸い物の一例として、餅を身としたものがあるが、雑煮とはせず吸い物とされている。本膳料理では、汁物とは別に吸い物が、吸い物膳で提供される。 海石や海石料理での煮物には、吸い物が多く用いられ、ワンモリや煮物ワンとも呼ばれる。また箸洗いを、小吸い物とも呼ぶ。また湿く料理では、おひれと呼ばれる吸い物から食べ始める。これらのように、一汁三菜での汁ではなく、なあるいは魚に分類される。酒の魚として供するものは、吸い物、飯と供するものは、汁物と呼び分けているが、 塩や醤油によるすまし仕立ての汁物を吸い物と混同する場合もある。吸い物は、つゆ、み、ワンで構成される。つゆは、水地、汁、吹き汁、急出し、ワンつゆともいう。出汁に味付けしたもので、一番出汁に塩と醤油が基本となり、すまし仕立てと呼ぶ。他に、味噌仕立て、塩仕立て、薄くず仕立てなどがあり、季節や身に合わせて仕立てる。 日本酒を効かせたすっぽん仕立て、とろろ仕立てのものもある。実は、魚介類や野菜に加えて、山菜、豆腐、鶏肉、鴨肉、卵など様々である。ワンダネ術の中で、中心的なものをワンダネとも言う。旬の魚介類や鶏肉、豆腐やガンモドキなど様々である。新女も用いられる。妻ワンダネ以外の実は、妻という。妻は、旬の野菜や山菜、 海藻、符など様々である。水口妻のうち、特に方向のためのものを水口という。水口は香りを添え味を占めるために季節のものを添える。木の芽や柚子生姜、からし梅、苗が、わさび、ネギ、吹きのうなど様々。湿気のワが多く使われる。水物のワを特に水物ワと呼ぶ。湿っぽく料理や、ふ茶料理では、 中国風に陶器のワに出される場合がある。また、中国料理の湯のように丼鉢に、吸い物が入れられ、食するときに、個々の椀や丼水に注ぐ場合もある。鯛の吸い物台は3枚をおろしにしてほぼと身に分ける。鯛をワに合わせて切り、霜降りにする。くず粉をまぶしたり、皮目を中心に炙ったりしても良い。鯛のあらも霜降りにして、昆布と共に出汁を取る。 塩で味を付け塩したてにする。一番だしで澄まししたてでもよい。一口では物足りないくらいの薄味にする。小松菜はさっと茹でて冷水にさらし絞る。人参は、かたよく切って下茹でするか、つゆで煮ておく。ワに、ワンダのタイを中心に、妻の小松菜、人参を盛り付ける。熱いつゆを張って、季節のい口を乗せて影響する。豆腐の水物昆布等でだしを取り。 塩で9割、醤油で1割で味付けをしてすまししたてのつゆを作る。豆腐はワに合わせて大きく切り、しめじとともに、つゆで温める。ワにワだねの豆腐を盛り付け、つまのしめじをのせる。熱いつゆを張って、季節の吸い口を乗せて影響する。ABCDEFGH 工事園水物 ABCDEFGH 式日本の料理春高段社 ISBN4 から06から26万7451から 3ABCDEF 式日本の料理秋高段社 ISBN4 から06から26万 7453X 日本国語大辞典小学館 E の両一居酒屋の誕生地区間学芸文庫2014年 ISBN 9兆7844億89万6371ピアニッシモ249から 251ABCD 式日本の料理夏講談社 ISBN4 から06から26万7452から 1ABCDE 式日本の料理冬講談社 ISBN4 から06から26万7454から8 ありがとうございます。